皆さんこんにちは。3時になりましたので、戦争法強行から丸5年、戦争法を廃止、命を守れ、改憲発議止めよう、 9.19 国会正門前行動を始めていきたいと思います。再度アナウンスですが、フィジカルディスタンスの確保ということで、ぜひ分散してのご参加をお願いしたいと思います。今ありましたように、今日9月19日は戦争法安保法制が強行成立させられてから5年目の日に当たります。深夜の参議院本会議での強行採決、日本中で沸き起こっていた戦争法反対の市民の声に耳を傾けることなく強行されたあの時の怒り、悔しさ、改めて思い出します。しかし皆さん、私たちはその日を起点に開始をした戦争法廃止の戦い、その後の9条改憲阻止、安倍内閣退陣を求める戦い、皆さんと共に奮闘し続けてまいりました。戦いの積み重ねが9条改憲を必要に狙った安倍首相の野望を仕返した。大規模署名を軸に世論を組織をし、国会内での野党の共闘の前進を求めた私たちの5年間の戦い、この運動の繁栄が安倍退陣ではないでしょうか。2015年9月9日、9月19日、忘れることができません。あの国会でまさに安保関連法、戦争法が強行成立させられました。今日はまさに5周年、あの強行成立から5年経ったこの日、ここに来られた皆さん、全国で思いを持ってらっしゃる全ての皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。皆さん、安保関連法、戦争法ができて政治、私たち踏ん張ってますが、たくさんのことが起きました。防衛予算のすさまじい高騰、オスプレイを自衛隊が17機か空母に作り変える、それから横須賀港から中東へ自衛隊が出ていきました。武器見本市、これを日本で行う、そして防衛庁でまさに軍事研究に税金を出していく、たくさんのことが起きています。辺野古の新基地建設の強行進んでいます。南西諸島における自衛隊配備、これも許してはなりません。皆さん、今行われているこの憲法9条を破壊するようなことを一緒に止めていこうではありませんか。国会運営の責任者として市民の皆さんと一緒に絶対憲法9条の改悪だけは阻止すると決めて、国会の中で他の野党の皆さんと一緒に野党共闘を深め、そして市民運動の皆さんと力を合わせてきました。まず一つ目、安倍総理辞めはりました。憲法改正が彼の悲願だったらしいですけれども、この5年間憲法を変えることができず、安倍総理の悲願を果たすことができず辞めていかはったんです。どっちが勝ったんですか。まず私たちが頑張ってきたこと、これを認め合いたいと思いますが、いかがでしょうか。菅政権に変わりましたが、安倍政権を継承すると言っている。しかし憲法違反の安保法制を継承させるわけにはいきません。まずこれを廃止するという決意を固めようではありませんか。今安保法制の危険をとりわけ深刻なものとしているのが、ここにも横断幕出ておりますが、敵基地攻撃能力の保有の動きです。この敵基地攻撃とは何か、生易しいものではありません。7月に参議院の外交防衛委員会で河野当時防衛大臣が、その
中身を赤裸々に語りました。で、彼は現行憲法で敵の基地を叩くことは可能だと強弁した上で、敵基地攻撃とは相手国の領域でまず防空レーダーなどを破壊無力化し、制空権を確保した上でミサイル基地を破壊無力化し、さらにその効果を把握した上でさらなる攻撃を行う、そのオペレーションの一連のものが敵基地攻撃なんだと、こう言ったんですね。つまり一発ミサイル撃つって話じゃないんです。相手国の領域まで乗り込んでってミサイル基地をしゃみつぶしに攻撃して焼け野原にしちゃおうって話なんですよ。皆さん、こんなものが憲法9条の下で認められるわけないじゃありませんか。